雅子先生、今日はおめでとうございます。参議院議員の後輩、松川るいです。雅子先生ですね、私にとりましては、政治の世界に私を導いてくださったお姉様のような存在で、まだ去年ですかね、去年の9月にフィンランドに一緒にですね、出張に行ってですね、その後怒涛のように帰ってこられて、その時は私は何も別に特段なんていうか政府に入る予定はないからということで、まさに9月のタイミングでフィンランド行ったんですけど、その後皆さんご存知の通り法務大臣の重責を拝命されてですね、見事に任務も果たされて、で今度は女性活躍推進本部、私も一緒にやらせていただいていたんですけど、事務局長として、さらに引き続き拡大した形での党本部の中の女性活躍のリーダーになられました。私もですね、前からずっと女性活躍担当大臣だった時から、でその時私は内務省の女性参画推進室長だったんですけど、その時からずっと一緒に女性活躍、子育て、いろんなことを先生とやってきました。ますます森雅子先生羽ばたかれてですね、女性のリーダーとして、そして日本のリーダーになっていただけるように応援したいと思います。今日は皆さんありがとうございます。